どうも、ジュニアル TV でーす。金城浩二でーす。みんな元気ですか？はい。今回ね、コロナウイルスが、またこう、緊急事態宣言が続いて、まあこう、暗いニュースもありながら、ただ、ドイツの方でね、ブンデスリーグが、こう、リーグ開幕になったりとか、明るいニュースも徐々に出てきてます。まあ、薬もそうですけども、新しいのが発見されたりとかして、まあ徐々にね、良くなっていっているんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ今回ね、YouTube で、皆さん、ご存知の通りかもしれないですけども、ブログとか SNS、Facebook、インスタとかにはアップしたんですけども、今回、ジュニオール TV っていう名前に、まあ追加で、まあ新しくね、進化した形で、僕らのスポーツアカデミア、ゲットドリーム、ジュニオール TV っていう形に名前が変わりました！はい。で、今回は名前が変わった経緯っていうか、なんで変えようと思ったかっていう風に、ちょっと、簡単にですが、話していけたらなって思います。で、まず、ジュニオル TV で、もう少しで、ありがたいことに、300人ほど登録者数になるんですけども、まあ別にね、YouTuber みたいに、何万人とか、まあもちろん行けばいいんですけども、僕らが別にその YouTube を知り合ってるわけじゃなくて、YouTube は一つのツールで一つ使ってます。で、発信をしていく中で、まあやっぱり、単純にね、僕らのジュニオールのことだけの発信も一ついいんですけども、そうじゃなくて、やっぱり僕の一番のサッカークラブの目的は、サッカー文化に貢献する。日本のサッカー文化に貢献するということが一番の目的であるんで、そこの中でじゃあ、ジュニオールだけのことを発信していいのかってなったら、もちろんコロナウイルスで自分たちのことしか発信できないっていうのもあるんですけども、そうじゃなくて、まあそもそもちょっと、名前がジュニオール TV だけやと、ちょっと発信しづらいというか、見る側も、まあちょっとジュニオールのことばっかりになってしまって、ちょっと違うなっていうのもあったんで、その YouTube のツールとしては、ジュニオールのことも発信しますけども、もう一つ、二つ追加で、スポーツの魅力と、日本サッカー文化を、作っていくっていう意味で、この動画、この三つですね、発信していきたいと思います。ジュニオールのこと、スポーツの魅力のこと、そしてサッカー文化の、作っていく過程っていうかね、こう作っていくための仕掛けっていうかをこの動画でどんどん発信していけたらなって思ってます。それはね、まあこのまだ新しくできたジュニオールやからできるできひんとかじゃなくて、この発信するツールを使って、まあいろいろね、 J リーガーとかも YouTube やったりとかいろいろ発信してますけども、僕たちの街クラブだからこそ、分かることであったり、このね、まあ、J リーガーとかプロじゃない人たちがほとんどの中で、その人たちがどうやって盛り上げて、どうやってやっていくのか、現状はどうなのかっていうのを、YouTube 通していろいろね、お伝えしていければなって思うんで、よろしくお願いします。はい、じゃあまず、チャンネル名についての、まあ、由来っていうか、なんで僕らのスポーツアカデミアにしたかって言ったら、まあ、みんなね、ちょっと漫画見たことあるかもしれないんですけど、僕のヒーローアカデミーっていう漫画があります。はい。まあそこをかなりちょっと撮ってるんですけども、まあ、僕のスポーツアカデミアっていうところで、まあこのね、僕のヒーローアカデミアっていう漫画は、まあ一人ね、主人公が、まあ個性がちょっとない子が、最高のヒーローをね、目指して、こう訓練していくっていうか、徐々にこうなっていく物語なんですけども、まあ本当に、もう無名って言ったらおかしいですけど、無名、個性がなくてっていう、その何もない少年が、こう、成り上がっていくっていう姿であったりとかっていうのは、スポーツの、こう、かけれるんじゃないかなっていう。スポーツと一緒で、まあ最初はみんな当たり前ですけども、生まれた瞬間無名で、どうやって成り上がっていくか、どうやって、成長していくか、どうやって有名になっていくか、夢を叶えていくかっていう意味でも、一つ、なんか、これにかけるの面白いんじゃないかなって思って、僕らの、スポーツアカデミアっていう風にしました。なので、まあ、サッカーのことも発信していきますし、スポーツのこともいろいろ発信していけたらなって、思ってます。まあ、主にね、どういったことをスポーツの中で発信していくかっていうと、サッカー以外のにもバスケのプロ選手であったりとか、まあ僕知り合いでね、バスケのプロバスケットボーラーいるんですけども、その人に、インタビューをして、どうやって夢を叶えたのかとか、まあ、夢先生といろいろあるんですけども、それを YouTube 上で、僕がインタビューとかして、いろいろね、子供たちに伝えていけたらなって思いますし、サッカー選手もそうですけども、まあ、サッカー選手の友達とか呼んで、いろいろコラボして、いろいろ話をしていけたらなって思います。はい。で、まあ、いろいろね、コラボ企画とかもあるんですけども、よりね、こう、街クラブの子たちがどうやってそういう風に進んでいくかっていうところも含めてやっていけたらなって思います。はい。まず、このスポーツアカデミアで一つ伝えていきたいのが、まず、一つ、スポーツの魅力。スポーツの魅力は何かっていうと、もちろん僕らサッカーのコーチなんですけど、サッカー、
だけをやればいいってことじゃなくて、子供たちはいろんなスポーツに触れることが少年時代では小学生中学生では絶対に大事になってきます。もちろんサッカーだけの子もいてますけども、サッカー以外にもバスケとかラグビーとかいろんなスポーツに触れることがまず大事だと思ってます。でその一つ、そうスポーツの魅力をやっていかない、地域でやっていかないと思ったのがバルセロナとか、そういうスペインにはバルセロナって皆さんご存知かもしれないですけど、サッカーもあってフットサルチームを持ってるんですね、子供の時から。でさらに僕がスペインってびっくりしたのが、動画見た方は分かると思いますけども、ラグビーチームとかバスケットボールチームがあるんです。で僕レアルマドリードの施設行きましたけども、入り口の一番初めにあるのサッカーグラウンドと思うじゃないですか。ちゃうんですよ、バスケットボールの体育館がドンってあったんですよ。っていうぐらいその施設の中でバスケ、サッカー以外のこともやってますし、バスケとかラグビーとかもちろん絶対他のスポーツもあるんですけども、そういう風にこの街にそのチームがあって、そのチームがいろんなスポーツを運営していて、そのスポーツを、まあ、子供たちが選べる、なおかつそのスポーツの魅力っていうのをどんどんその人たちが発信をしていってるから、バルセロナっていう街は一つのこうなんていうんですかね、こうバルセロナっていうのを応援してるっていう形には、もちろんバスケやってるコーラも多分サッカーのバルセロナのトップの試合とか応援行きますし、それが文化となって多分サッカーねやってる人はラグビーも応援行ったりとか、スポーツを作る文化っていうのは一つめっちゃ、いいなって感じました。なので別にジュニオールがラグビーチームを持つとかそういったことじゃなくて、いろんな、まあ今ね正直サッカーが増えて野球が減ってとか、ラグビーが減ってバスケが増えてとか、そういう人口増加の中で影響されるのじゃなくて、もちろん子供の数が減れば影響されるんですけども、そうじゃなくてどんな子供たちもスポーツの魅力を感じてもらって、まあ、ちょっとやってみようかなって思うきっかけ作りをサッカー、野球、バスケ、ラグビーとかいろんなスポーツの中でやっていけたらなって思ってます。もちろん今のは球技に限ってですけども、それ以外に体操とか水泳とかいろんなことがあるんですけども、みんなが別に取り子供たちの取り合いになるとかじゃなくて、みんなでこう子供たちのスポーツを、良くしていく、なおかつ大人もスポーツの魅力を感じてもらって、ね、趣味でマラソンやってる人もいますし、僕もマラソン、沖縄マラソンとか走ったりしてますけども、いろんなねこう体を動かすスポーツの魅力を感じて、やっていくことがまず一つ大事なんじゃないかなと思って、このチャンネルで、まずそういったことも、いろいろねアップしていけたらなって思います。はい、で次二つ目、サッカーの文化を作っていく、ビジョンというか、そういうのがジュニオールにはあると皆さんには伝えてます。で一つですが、なんでサッカークラブを作っていく上で僕が今立ち上がってやってるかって、別にJリーグのコーチとか、J リーグの社長さん、J リーグのプロサッカー選手たちの人がやればいいんじゃないかって皆さんは思うかもしれません。ですが、J リーグクラブは全国に何チームありますか？全国的に見たら、マッチクラブの方が圧倒的に多いんですよ、チーム数。っていうことを考えたら、マッチクラブと J リーグ、もちろん J リーグのチームめっちゃ頑張ってます。めっちゃ頑張ってます。今、このコロナの期間でも、日本サッカー協会と連携して、やったりとか、企業さんとかいろんなことの中でクラブを支えて、スポンサーさんとかいろんな支えがあるから J リーグができてます。ただ J リーガーの数と J リーグクラブの数全て合わせた時に、間違いなくマッチクラブの方が人口もチーム数も多いんですよ。って考えた時に、じゃあ一番どこが大事になるかって、絶対にマッチクラブなんですよ。サッカー文化を作ろうと思ったら J リーグもサポーターの人も多くいます。その人もめちゃめちゃ大事です。めちゃめちゃ大事ですけども、その下に何百万人っていう子供たちとか、プロになれなかった人たちも含めて、マチクラブといったら高校サッカーも一緒です。高校サッカーの人たちも含めてサッカー文化を作っていく、まあ、いったマチクラブのくくりですよね。そこをやっぱり盛り上げていかないとダメなんじゃないかなって思います。もちろんチーム数とか数で言ったら、小学生、中学生、高校生、社会人って形で、小学生が今一番多いです。小学生の次は中学生って形で、僕は小学生とか中学生とかに関わることが多いんですけども、そこの層をもっと盛り上げていきたい。この前、動画で出した若手がもうちょっと頑張っていかないとダメなんじゃないかっていうのは、マーチクラブの人に向けたメッセージやったり、僕が別に偉そうに言うとかじゃなくて、そういう人たちと俺は一緒になんかコラボしてやっていきたい。一緒にサッカーを発信してやっていきたいっていう、こう何ですかね、熱い気持ちっていうか熱意があります。ほんまに今僕たちが頑張っていかないと、本当にこのね10年後20年後、マチクラブが増えたり減ったりとか、子供の数が減ったからサッカークラブが減ったとか、そういう風にもう目に見えてそういう風になっていくんじゃないかなって思います。それはもうジュニオールも一緒です。
僕たちも、本気でやらないと絶対にもう来年再来年って形で、生徒が減ってとかに影響されてクラブがあやばいやばいって、なっていく。ではそういう風に減ったからダメとかじゃなくて、その地域の子供たち、その子供たちがサッカーやる場所作り、環境作りが一番大事なことなので、僕たちはそれに別に影響にされずに、やっていきたい。サッカーの魅力を伝え続けたい。サッカーの魅力とかスポーツの魅力を伝え続ければ間違いなく子供がスポーツをやっていく風になると思います。間違いなく。どんな子でも少なからず、もちろん勉強が好きな子とか、あの宇宙飛行士になりたいとかっていう目標を持った子供たちも全て素晴らしいですし、ただスポーツをやっていく、スポーツの文化を伝えていくのはスポーツをやってる人たちじゃないとやっぱり伝えて、いけないっていうところがあるので、まあ、それは一つサッカー文化を作る上で僕たちがやりたいことっていうこと、やりたいことっていうか発信していかないといけないことなので、サッカー文化を作る上でこの YouTube を使ってやっていくのが二つ目です。この番組が、まあ、名前の通り僕らのスポーツアカデミア、ゲットドリーム、ジュニオール TV という形で、まあ、そのゲットドリームって入ってるんですけども、やっぱり、子供たちには、夢を自分から掴みに行ってほしいっていう気持ちも込めて、ゲットドリームっていうふうに、番組に入れました。ちょっと長いんですけども、そういった思いのこもったチャンネルにしていきたいですし、ほんまにいろいろなことを発信して、子供たち、世間の、人たちにもスポーツのね、魅力をちょっとでも感じてもらえるように僕たちが発信していけたらなって思います。ただの、まあ、熱い、何も別に力のない僕、近所ですけども、ただこの行動力と発信力とかっていうのは別に周りからどう思われようが僕は発信し続けようと思ってます。それが、まあ、後にね、なって、あ、俺も応援したいって思ってくれる人がいたら大賛成ですし、大万歳ですし、本当に一緒にサッカーとスポーツの魅力を盛り上げていけたらなって思います。でその中ですね、じゃあそういう風な番組になっていくのってなった時に、ジュニオールのこと発信しないかって言ったら、ジュニオールのことも発信していきます。しっかり何の取り組みをしているか、子供たちがどういう表情でサッカーやっているか、僕たちはあのいい選手もどんどん輩出していけて、育成型のしっかりした、クラブ作りっていうのをやっていきたいですけども、僕らのことも、少なからずね、発信していって、いろんな人に知ってもらって、面白いクラブだな、いいクラブだなって、まず思ってもらって、その中でいいね、人材とか子供たちがいい選手になって、輩出していける、なおかつその中で僕らは最後社会人サッカーを作るから、そこにみんながプロになれなかったらね、戻ってきてくれたらなって思います。その中でね、みんなが生涯、サッカーに携わる何かをしたりとか、スポーツの魅力を広げる人間になっていっていけたらなって一番、いいなって思ってます。なので、まあ、そのね、今回チャンネル名を変更した、なんで変更したかって言ったら、ちょっとね、変更しただけでこう長くなったんですけども、本当にじゃあいろんなことを踏まえた中で、あ、今回名前を変えた方がいいなって、思いました。なので全国の、チームとか、選手たち、関西の人チーム、指導者選手、いろんな人たちをこの番組で、まあ、コラボしながらね出したりとか、いろんなスポーツのことを、発信していけたらなって思ってますんで、皆さん、そんな形で僕らのスポーツアカデミア、ゲットドリームジュニオール TV をこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。金だけ TV。